ヘ e l p をクリックします。ライセンス認証解除をクリックします。web で認証解除をクリックします。フォルダをクリックして web ページを開きます。これがあなたのライセンスコードです。サブミットは押さずに、 ウェブサイトを閉じてください。キャンセルをクリックします。ライセンスコードは大切に保管しておきましょう。